待ちしてました。はい。はい。すぐに参ります。お待たせしました、榊さん。来てくれたんだ、ありがとう。ハセオ、かっこよかったよ。離れろって、おい。改めて、おめでとう。なんで謝ったりするんだよ。だって、オイラたち、何もしなかった。全部、ハセオに任せっきりで。ごめん。やめろよ、頭なんか下げんなよ。当然のことは、しただけだ。俺は、その…カナードのギルドマスターだからな。本当？怒ったりしてない？何度も言わせんなっつうの。僕らでもいいのかな。またハセオのこと手伝えるかな。オイラも手伝っていい？好きにしろ。異分使いとして改元し、アバターを行使できたようだ。腹を立てている奴もいるけどな。クーンのことは気にしなくてよい。あんたはそれでいいのかよ、おばさん。私はヤダ様に従うだけよ。筋金入りだな、あんた。ガキには分かんないでしょうね。今後の君の任務だ。私の指示したエリアでの調査、初期レベルの間のサンプル入手、この二つをやってもらいたい。サンプル入手？アバターのデータドレインを使うことで間のデータを抽出するのね。おい、俺を GU に誘った時の言葉、忘れてないだろうな。トライエッジの捜索に関しては援助を惜しまう。見たまえ。1ヶ月ほど前、ザ・ワールド内で起こった事故の記録だ。もしかして PK？ ちょっとヤバくない？逃げようよ。逃げろ！被害者はこの時のショックで意識不明になり、未だ回復していない。シノのようになった奴が他にもいるのか。意識不明になったプレイヤーを我々は未帰還者と呼んでいる。未帰還者？奴は何なんだ、非分使いなのか。ただの PC でないことだけは確かだ。事件のあったエリアのアクセス記録を調べると、
被害者側の PC サンプル、トライエッジらしき未知の ID を持つ PC 一体に関する情報が確かに残っていた。しかし同時刻のカオスゲート通過記録に3体の PC 以外のログは残っていない。つまり奴はカオスゲート以外の場所からエリアに出入りしてるってことか。まさに神出鬼没だな。そんな奴一体どうやって追っかけりゃいいんだ。また新たな情報があれば伝えよう。その顔アイダの調査をしてこいっつんだろ。分かったよ、やってやるよ。へっ、調査エリアは追って通達する。では下がりたまえ。一応聞いとくけど、なんでお前ら仲いいんだ。ドワハッ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 。熱い魂を持つ者は互いに引き合うのだよ。答えになってねえよ。ねえ、ショップどんぐりにピロシさんが来たんだぞ。うむ、おいらピロシさんみたいにかっこいいデザインの PC を見たことなかったからすごく感動しちゃって。そうして我々は熱く語り合う仲になったというわけだ。貴殿が共通の知人だと分かったときは驚いたわけだ。ほんと驚いたぞ。は我ら3人、熱い魂を持つ者同士、共にクエストを楽しもうではないか。見たまえ。あ、この美しい海よ。本物以上に神秘的な水平線が我々の冒険に打足なまでの臨場感を与えてくれるのではないか。このようなグラフィックスを作るには空の色と海の色にマッチするフォグ調整を行う必要があるのだ。それがまた実に難しい。ねえ、ヒロシさんってゲーム業界の人なの？おっと、その手の質問には答えられない。なぜなら私は謎の人ピロシさんだからだ。教えてくれよ。うわっはっはこのゲームの海はいいっす。すごく綺麗なグラフィックス。フォグ調整がほんとうまいっすね。うわっ良いところに目をつけるではないか。何を隠そう、海のグラフィックは私のベスト3にランクインする出来なのである。ねえ、やっぱピロシさんってゲーム業界の人なんでしょ。
おっと、その手の質問には答えられない。なぜなら私は謎の人ピヨシさんだからだ。教えてくれよ。うわっはっはっは。それはさておき、若者よ。は？貴殿はグラフィックの心得があるとみた。本職なのか？そうなのだな。っていうか、その俺、いや僕、高校生なんす。絵を描くのが好きなんす。ふむ、すると将来はグラフィッカーの道を進むというのだな。前途有望な若者である。いやあ、感心感心。それが、でも。ふむ、どうしたというのだ。その奥歯に奥歯が挟まったような物言いは。うちの親が普通のサラリーマンになれってうるさいんす。言う通りの大学に行かないなら仕送りしないって言われて。むん？だからどうしようかって悩んでるところなんす。悩まずともよい。説得するのだ。そして奇跡を起こせ。そんな無茶な、やっぱり普通がいいのかな。うわ、強そう。強いっすよ。俺、何度かあいつと戦ったことあるけど、一度も勝てませんでした。もう挑戦しないの？リアルで疲れちゃって、モンスターと戦う元気なんかないんす。俺は、海を見るためにザ・ワールドに来てるっす。リアルの問題を解決すればよいではないか。そんなこと言ったって無理っすよ。無理ではない。ギレンは魂の燃焼が足らんのだ。魂が真に燃え尽きたとき、それは奇跡が起きるとき。その瞬間、不可能は可能になる。いや、燃え尽きたらまずいだろう。よかろう、実地で証明してみせようか。バーニングスピリッツであいつを倒すぞ。竹木黄金の白竜ピヨシタン、ここに剣山ウォリアー。おい、下手くするぞ。どっこいしょ。そうだ若者よ、熱い魂の証明をしかと見たか。なんか、あなたの行動を見てたら、ちまちま考えるのがバカらしくなってきました。そういえば俺、ぐずぐず理屈だけ言って何もしてなかったし、俺、両親にグラフィッカーになるって言います。まず挑戦してみます。うむ、思惑通り。本当かよ。若者よ、もしその志を貫くことができたなら、もう一度会おう。我々 GU は
貴殿をメンバーとして迎えるであろう。旅路の果てまでも頭上に星々の輝きのあらんことを。かっこいい。俺とガスパーは GU じゃねえよ。良き冒険であった。またいずれ共に旅立とう。旅路の果てまでも。無情に星々の輝きのあらんことだぞ。わ、私の決め台詞を。